4人残留、2人放出、横浜ファンの反応。オースティン残留ありがとう。オースティン、大輝も残留か。予想以上に良かったね。怪我なく活躍してほしい。オースティンが無事残留なのはありがたい限りだけど、フォードとウェンデル兼か、どちらも惜しい選手。オースティン残留だとやっぱフォード放出になるよね。フォードは DH さえあればな。セリーグじゃ出場機会に恵まれない。ウェンデル兼とフォードが対談か。ありがとう。他のチームでも頑張ってください。ケイ、ジャクソン、オースティン、ビッグの残留は嬉しい。オースティンやケイ、ビッグなど残留ニュースがあれば、ウェンデル兼やフォードは来季契約せず、とにかくオースティン残留が最優先課題だったから、それが達成できてよかった。ジャクソン、ケイ、ビッグ、オースティン残留決定は嬉しい。この4人がフルで活躍してくれるかで順位一つ二つ変わってくる。ウェンデル兼とフォードは残念だけど、枠とポジションがどうしても被ってなかなか運用難しいのが。フォードもあかんかったか。ってことは来季は野手位置、投手読んで外人枠使うってことね。オースティン、ジャクソン、ケイ、ビッグが残留で噂のバウアー復帰&ライデル獲得が現実味を帯びてきたぞ。ご視聴ありがとうございました。